イギリスの外交官アーネスト佐藤は、明治維新にバチクソに貢献した日本オタク。アーネスト佐藤は日本に滞在したイギリス人の書を読み、幕末の日本の文化や挿絵に感動、日本に魅了された。アーネスト佐藤は日本語の教材が古かったり長崎弁だったり萎えたから、後に自分で教材を作っちゃった。アーネスト佐藤が日本で着任すると、生麦で薩摩がバッサリ言って、幕府との交渉に同行、手紙の翻訳など事務仕事が中心だった。フォータイムスチャンピオン。アーネスト佐藤は下関戦争の講話で宍戸牛馬の通訳を務め、この正体を高杉晋作と見破っており、負けたのに悪魔みたいだったと書き残した。アーネスト佐藤は伊藤博文、井上薫らと交換日記で親交を深めた頃、日本名佐藤愛之助を使い始め、名前が広く知れ渡った。